ジョバンニ・マルティーニ・マルティーニ氏もしくは、ジョバンニ・バッティスタ・マルティーニもしくは、ジャン・バッティスタ・マルティーニは、ボローニャの傑出した音楽理論家、作曲家。ヨハン・クリスティアン・バッハやヨゼフ・ミスリベ・チェク、アンドレ・イルネスト・モデスト・グレトリ、ボルフガング・アマデウス・モーツ・ァルトラに厳格対違法を指導したことで歴史に名を残している。作曲家のジョバンニ・バティスタ・サン・マルティーニや、ジャン・ポール・マルティーニは、 紛らわしいが別人である。レターフォミルやイントロの L、イノンダジオネディ、ベローナバイオリニストの父アントニオ・マリア・マルティーニから音楽とバイオリンの手ほどきを受ける。後に声楽とチェンバロー、プラディエーリ神父に、大位法をアントニオ・リッチエーリに指示。オラトリオ修道会の神父たちから古典教育を受けた後、ラゴのフランシスコ会修道院で修練期間に入る。修練を終えると、 1722年9月11日にフランシスコ開始に迎えられた。1758年にボローニャのアカデミアフィラルモニカ会員並びに科学研究所アッカデミア会員に選出された。1725年に19歳ではあったもののボローニャのサンフランチェスコ教会学長に任命され、その楽曲によって同地で注目を浴びる。アマチュアやプロの音楽家に誘われて、 作曲教室を開設し、数人の著名な音楽家を訓練する。音楽教師としてのマルティーニ神父は、ローマ学派の雇用式に対する偏愛を常に、厳明していた。また、音楽資料の熱心な収集家であり、高感な増殖を誇っていた。チャールズ・バーニーは、総数1万7000冊に上ると見積もっている。マルティーニ氏の没後は、その一部が、 ウィーン提出図書館に移設され、残りはボローニャに残されている。大抵の同時代の音楽家がマルティーニ氏について尊敬を込めて述べており、レオポルト・モーツァルトは息子、ボルフガングの才能についてマルティーニ氏の意見を仰いでいる。しかしながら、アップト・フォーグラーは評価を保留し、フォックスの指導方針への共感からマルティーニ氏の哲学的な原理について非難した。 だが、このような非難は、ピーバロッティの二番戦時に他ならなかった。マルティーニ氏シのかなりの数の宗教曲は、相変わらず出版されていない。ボローニャのリチェオロッシーには、二曲のオラトリオの自筆譜を所蔵している。レクイエムと、その他の宗教曲は、ウィーンに現存する。祝福されたる諸女、マリアのリタニア並びに、最後のアンティフォーナリタニアってアントルファーニーフィアナリーズ。 B.V. マリエは、1734年に、ボローニャで出版され、12曲の、器楽曲集ソナタ・ D. イント・ボララーラや、6つの、鍵盤楽器のためのソナタ・ソナタ・パーアイ、オルガノエド・イル・チェンバローと、二重奏のための室内ソナタ、ズエッチダ・カメラも出版された。マルティーニッシュの最も重要な作品は、音楽史ストーリア・デゲア・ムジカと、大砲教練・ソジオ・デシリットル・コントラープーントである。 前者はそのうち三巻が古代の音楽について咲かれ、著者の壮大な計画のほんの一端を示して、濃密な調査研究を物語っているものの、無味感想で月並みな文体で書かれており、史実に基づくとみなしえないような論題で溢れ返っている。各章の始まりと終わりには謎か論が断片的に示されており、読者が応答西部の入りや音程を確定しなければならない。 そのいくつかは、スコベル付きの難題であったが、ルイジ・ケルビーニによって全問が解決された。大法教練は、内容の充実した、有益な著書である。イタリアやスペインの過去の、最も優れた王屋の重要なフレーを含んでおり、優れた解説文も載っている。主に、単線律成果の先方と、単線律成果に基づく、大法の不縁の仕方が論じられている。この記事には、 アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチザム、ヒュー、エド、マルティーニ、ジョバンニ・ボティスタ、インスイクロープディア・ブリタニカ、17、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、P800 から801。ありがとうございます。